それで、うんちに血が混じるのは毎日？毎日。毎日毎回です。毎回。はい。毎日毎回。うん。だから、うんちがこれ、例えばこの日だと3回とも。はい。3回とも。普通のうんちにドロッとしたことがして。はい。回数多くても少なくても、その、毎回毎回。1回つく量もあまり変わらない。増えてはいない。そう。だから、時間が経ってうんちしても、いっぱいつくとか、そういうことはない。この間の血液検査の結果は来てるんでちょっとお話ししますね。はい、で血液トマツでなんかちょっと変な細胞が出て、それをちょっと私携帯学検査で出したんだけど、それはまだ結果来てないんで、はい、また今度お話しします。はい、はい、ごめんね、もう一回顔見して。ごめんね。もう一回顔見して。ちょっと顔とか思わせると。うん。顔に軽く顔持ってくれる。鼻を下にちょっと下げておいてください。そうそうそう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、今度はこっちね。はい、さあ、それちょっと肛門腺だけ先にやります。ちょっとお尻に指入れるのはちょっと血液検査の結果の話してからね。はい、怖いというか、なんかいろいろあって、それで肛門腺も絞ってなかったですね。あ、そうですか。そうだね。まあ、ちょっとだけ出ました。あ、でも、この間来た時も私絞ってますからね。はい、ここに、はい、だから、1週間ぐらい前かな。うん、はい、じゃあその抗戦照射持ってきて。はい、すいません。はい、抗戦照射持ってきて、はい、全体100の3分で、でこれ外して、はい、お尻から、はい、いい、でこれ全体っていうのはどっちかどっちかないんだね。はい、さあ進んで、はい、ちょっと私ですね、縛っちゃいます。はい、血液検査所見、これがまだファックスで来たばっかなんです、うん、これが今回ですね。はい、でこれが今年の1、8月、去年の5月、あ、去年か、はい、でこっからまずここまでが、うん、なんだっけ、肝臓、はい、では低いとここだし、高いとここ、そうするとアルブミンがちょっと低いとですね。はい、前を比べると 2.9 とか 2.6、もともと低めなんですけど、今回ちょっと下がってきて、アルブミンっていうのはタンパク質の中で一番多いんですよ。はい、それからタンパク AG 比ビリルビンはまあまあ正常ですね。 GOT も、GOT が高いのか、
GOP が47、まあ、これぐらいはね、ほぼ正常です。44までが正常で。とはいうものじゃ、この間は39、8月ね。ちょっと増えてってことで、GOT に関しては肝臓もだけど、心臓も、肝臓とか心臓の細胞がちょっと弱ってくると上がってくると言われますね。ごめん、ちょっと止めちゃった。お腹から肛門から下の方ね。それから続いて、ガンマ GTP はいいよね。リパーゼ、これは膵臓なんですけど、吸って帰ってきます。正常です。まあ、かえってこの時の方が高いんで、膵炎になると上がってきます。で、ここは腎臓です。腎って書いてあります。尿素窒素と、クリアチニン、まあ正常範囲ですね。これはまあ前と比べてもまあそう変わりはないかな。から今度は、コレステロールと中性脂肪、脂質代謝。コレステロールが162、中性脂肪が48、まあ正常範囲ですね。カルシウム 8.9、ちょっと低いと。でもこの時も 8.7 だから、8月は 9.2、まあ、ずっと低いよね。そうですね、全部ちょっとだけ、からリン 3.5、こっちに針向けないで、上から下にさ、こうやってやったらダメ、落ち着いて、リンが正常、で血糖値が65、これちょっと低いかな。でも毎回低いんだよね。ただね、ここね、送るやつだからね、なんか低めに出るような気がする。この子に限らず。だけどちょっと飛びますけど、10日アルブミン、これは過去2週間の血糖値の平均なんですけど、そうすると 5.7 だからやっぱ低いんですよ。ところがあながちこれそのせいじゃなくて本当に低い可能性がありますね。から続いて白血球が 12,800、一応正常です。で、8月が 11,300、まあ気持ち、まあでもほぼ一緒と思ってもいいですね。でこの辺ちょっと、まあ、赤血球の数が677万、これね、一応正常なんだけど、この子前800あったわけですよ。で100万ぐらい出ます。出血があるから。それからちょっと飛ばして、この血小板ですね。血小板が375,000、まあ正常です。前が32万。でも本当だったらね、こんな毎回毎回さ、血液上のズリーズが出てたら、血小板は増えなきゃだめ。そうですね。増えて止めようとしなきゃいけない。だからこの子の体からすると下がってる。左屋の子供は陰性と、しか電解質のバランスを見るところは、ナトリウム、カリウム、クロール、これが高いです。カリウムがちょっと高いと。前は 4.9 です。この時はちょっと高いですね。それからこの T4、これは甲状腺ホルモンですね。いいよ、これ止めて、で向こうにも出て。も出てもらったら、そんで T4 は甲状腺ホルモンね、1.98 正常です。まあ前も8月も 1.89、まあいいとこですね。だから今回ちょっと肝臓の詳しい検査もしました。で、胆汁酸っていうのをね、お腹推定時に測って 2.6、まあいいですね。食後も 0.8、肝臓の機能が悪い子はこれ、この数字超えてきますんで、だから肝臓の働きは割といいかなと。炎症マーカー、これがですね、3.1 高いです。ちなみに8月は 0.8、去年は 0.2、0.7 以下が正常だからさ、明らかに上がってる。炎症が起きてる。そういうことだよね。という、まあ、もっとこれ、綺麗な紙で裏にこう各項目がどういう意味があるかってまた来ますから、あれだけど、まあね、これ、一番可能性が高いのはね、やっぱり腫瘍。そこから出血してると、そういう可能性がとっても高いかなと思いますね。で、ちょっと一つね、私サンプルもらったんでね、今の薬プラスね、
これを1日1個飲ませてみてください、はい、ソフトカプセルになってます。はいはい、でこれ聞いたことあるかどうか分かりませんけど、コエンザイム Q10 っていうサプリメントなんですけど、はいはい、薬じゃないですけど、だから、うん、でサプリメント、コエンザイム Q10 っていうのはまあ還元型のコエンザイム Q10 っていうのがいいんですけども、はいはい、こんなカプセルになって、はいはいはい、1日1個だから1月分あるんですけど、はい、一回ちょっと試してもらえますか。でこれは何かというと、うん、じゃあ下からちょっと待ってもらおうかな。はい、だけして、そうちょっと持ってきてもらって、ちょっと、はい、座ってください。よいしょ。